ファッションでやるのが一番楽しいかも、うん、いや、このゲームファッションだ。ファッションで戦えばよかったノリで戦うのよ、ノリで。なんかこいつうぜえから釣っとこうぜとかが一番おもろいのよ、このゲーム。なんかこいつうぜえな、こいつ釣るべっつってそういうのが一番楽しいのよ、このゲーム。戦えたら、そしたら釣られる。逆に俺が死んでたよ、小野さん勝ってたら。ミントソーが足が釣ろうぜってやつ。まあそういうことよ。確かに。それが一番おもろいのよ。めちゃくちゃ、こんなに緊張した。確かに今回はね、俺のボロになってる。ケンショウさんと一緒に俺いないしね、今回ね。サンマ御殿より、サンマ御殿より切れた。それはさすがに、それはさすがに。嘘だろ、嘘だろ、さすがにそれやべえだろ。そうだよ。ファッション、ファッション、めっちゃ声出していくわ。ファッション、はい、シェン、シェン、もう直感でね、ああ、まあまあ、ゴリゴリゴリに行くぞ。お前ら全員勘でやっからな。誰や、行くわ。やっちょうぜ。私が勝つわ。全員ダッシュ。全員ダッシュ。トックンさん、ここが一番元気なんだよな。おお、すごいクルークルな今回。クルークルなって言っちゃった。やだ。すげえ。これまた洗濯物のやつじゃないの。うわ、なんでここみんな来ないわけ？アーカイブ。やば。どんだけ人気ないの、アーカイブ。あ、ジェラちゃん来た、ジェラちゃん来た。おおおお、こっち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 、行けないんだ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。どうしよう、どうしよう。オッケー、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 オッケー。洗濯物、洗濯物取り込みます。おりゃ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 。あと、こっち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 来て、こっち来て。こっち来て、これやりたい、こっち、こっち、これも取り込むから。あれ取り込めない。あ、こっちはないわ、せいちゃん、こっちだわ。こっち、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 こっち。あ、これに、ね、入れるから、ちょっと待って。はい、はい、はい。いや、ちょっと入れるまで待って、ちょっと。いや、ダメ、入れるまで待って、ちょっと。入れるまで、今入れるから、ちょっと待って、それ無視して入れさせて。よしよし、よしよし、オッケーオッケー、行こう行こう行こう。ああ、シェルゴさんやってる。こっち行くか、俺。降りてくる、降りてくる、降りてくる。14396。あれ？まだやってない。俺！みんな無事か？おお！あれ？メントス！メントス！出せよ！全く同じタイミングだわ。え？ゾウイチが押した瞬間に俺と後藤さんも、死体見つけた感じ。そうそう、見つけて、ああ、なるほど。押そうとしたタイミングで。ちなみにその死体はどこにあった？後藤さん、どここれ？これ多分機関室っぽいですね。機関室ってどの辺、場所的に？多分中央あたりなのかな。あのキッチンより上、キッチンより上。俺今ね、庄一さんの近くですれ違ったね、ミーティングで。で、あの変なビービー鳴ってたから直してる。そう、直しに行ってるけど、俺はもう誰かが今ね、プロペラのやつにね、ペペ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 っつって遊んでる人がいる。おい、近くで。遊んでねえだろ。遊んでねえだろ。左のやつ直しに行ってから右のペペペって遊んだんだろ。遊んでるじゃん。やべ、バレた。てかさ、俺最初にアーカイブに行ったんですけど、なんで誰もアーカイブに来ないの？こんだけ人いてさ、誰もアーカイブ押さないっておかしくないか。あれでもあれ誰も押してないですよね。先生といました、キッチン。あれ先生とジライちゃん一緒にいたんだっけ？そうそうそう、途中にジライちゃんいて、あ、もうここは今回マジいいなと思って、そうそうそう、ライン来てるなと思って、それをその見て、上に行っても、そろそろ60秒経つからミーティングを取って思って、お好き満々で言ってたから。はいはいはい。俺で、翔一は何？その時間が結構経ったから押そうと思ったの。うん。なるほど。なるほど。で、その間にシルコさんもすれ違ってるし。でも、そういえばよく考えたら、翔一さんってなんでビービーなってんのに、もうお好き満々だったから。うん。なんか確信があったってこと？いや、ないよ。死体の場所をもしかして隠したかった。いや、違います。さすがにそこまで。ポリスをのどうすか。あれ匂うね。何が。いや、ポリスをのが匂うんじゃなくて、
ポリス小野が匂うんじゃなくて、ポリス小野が匂うってこと。小野さんは白です。小野さんは白です。なるほどなるほど。あれ先生、俺のことを疑って俺に、いや入れてない、俺入れてないよ。俺ね、臭いですね、臭いですね。ミートします。アーカイブ、アーカイブ。あ、来た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 。アーカイブって言ったらアーカイブ。二人引き込むことに成功したアーカイブ。こっち行かない。こっち行かない。うわー、もう出たこれ。これクソむずいんだけど。お、天才。はい、天才です。すいません。こっち行かない。こっち行かない。うわー、うぜえ。これやめて。あ、天才。ゴゴ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 。ペペ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 。行きまーす。噛まれる声から待ってっか。オッケーオッケー。ピピ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 来た来た、ほら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 、これ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 待ってた、これを待ってた、これを待ってたね。あー、オッケー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 。この間に誰か死してたら完全にこの4人は違うよね。相当遊んでるから一生。あ、来た来た来た、後藤さんか。あ、あれ白井ちゃんがずっとここにいるんだけど。オッケーオッケーオッケー。どうしようこれ。やばい、全く移動、全く動いてない。全くマップを移動するつもりがない。めんどくさいな、広いし。あー、うわー、なるほど、これどう、これ。いや今確かに重なってたな。あれなんで見ました。今あんなに、はい。え、後藤さん、うん、今、はい、地雷ちゃん、今、はい、地雷ちゃん、はいはい、ミスしましたね。あれ違うんだよな。俺がドズマしたんですよ。え、いや、え、後藤さん。お、なんだ、僕が通報したのに今見ましたってジュライちゃん言いましたね。いや、俺見てたんすよ。あと後藤さん、うん、カードキー多分やってましたよね。カードキーやってました、扉ので。僕、うん、僕たちが、先生が今死んだんですけど、あ、そうか、うん、そう、僕たちが誰と一緒にいたか覚えてます。やられてしまったよ。ジュライちゃんと先生、はい、僕たと一人誰かいたよね。はい、誰ですか。シルコさんですよ、うん、え、でもシルコさん、いや、マジ、シルコさんが噛んだ瞬間左に走ってって、うん、で、後藤さんカードキーやってたから見えなかったと思うんですけど、見えなかった。あと停電してた。そうですよね。で、目の前にいたのジュライちゃんだったと思っちゃった。そうそうそう。僕停電してて全然分からなかったんだけど、僕最初から先生と一緒にいたんで、うん、あ、そのホットライン来たよ、はい、間に割って先生、うん、殺すんだったらいくらでもタイミングあったんですよ。あ、いやこれ上でもいい。そう、ジライ、え、これジライちゃんじゃない。じゃあ、いや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 、もっと俺、え、だって俺、うん、はい、俺とシルコさんと小一と先生でプロペラで遊んでたんです、うん、遊んでたね、うん、遊んでました、ね、でそこでジライちゃんは俺見てないんだけど、後藤さんは最後に左から合流してきたのだけ見た。うん、いたいた、俺来て。で、その後どういう動きになったんですか、うん、俺がみんな、あ、みんな、俺はね、タスクこなしてたよ、ちゃんと。インポスターな。あと結構妨害が結構入ってきたから、はいはいはい、うん、ちょっとやっぱ扉で手こずる。じゃあシルコさんかな、うん、シルコさんかジライちゃんが怪しい、俺から言わしたら。俺のラバーカップのだから、ね、クラークが正直見てないんだけど、でもジライちゃんと後藤さんがいたのはわかる。あ、わかる。だからどっちかなと。だから全員処分する。いや、俺シルコさんは怪しいな。あ、惜しい。そうっすね、俺ちょっとジライちゃんに見えてる。俺か、ジライちゃんが向けたことがシルコさんに向けたこれどうなんだ。そう、シルコさんが、うん、オッケー。
え、これ、え、これそうなの？え、これもう一人地雷ちゃんなの？なんでこれハテナ打てないんだろう。ケンちゃん誰にやられたの？みんなシルコさんがやってるってこと、これやばくない？すげえすげえやってんじゃん。じゃあすげえキルしてることになるが、これもしそうだとしたら3人もやってるってこと？これやったことね。おい、なんだこれ。あ、なんだこれ。なんだこれ、これなんだ。あ、揺らす。おい、なんだこれ。おい、わかんない。これ全部入れる？全部入れて。 あ、全部入れればいいだけかい。あ、で待ってる。で、なんかできるまで待ってるのかな。そういうことかな。今出てきたね、シルボーイが。ケンショウさん誰にやられたんだろうな。ちょっと連絡ないな。ピッ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 。はい、はい、一応やっとかな。トクさんミュートになってないよ。トクさんミュートになってないよ。もう地雷ちゃん、地雷ちゃんもう終わったじゃんこれ。地雷ちゃんもう終わったじゃんこれ。うわ、後藤に来ました。終わったじゃん。これさ、これさ、これはちょっとあのですね。これなんか聞こえてきたよね。なかったことにしません？天の声聞こえたなこれな。天の声がさ、あのなんか ね、俺後藤さん言ったでしょ、ほら。ごめん。で見て、俺の。ごめん。あのなかったことにしません？うん、いや、でもちょっと待って、俺のさ、ラバーキャップのさ、このさ、持ち手、はい、誰に向いてると思う、これ。確かに。じゃあ、分かってたんだな、俺も。刺さってんな。え？あの、なるほど。お父さん見つけたのって今、箱太郎さんじゃないですか。うん、それまでですか？その前に地雷ちゃんがすっごい俺のことを助け直さずに追いかけてきたのは説明してもらえます。いや、なんかでも、いいよ、なんか俺すごい直感鋭くて、地雷、はい、うん、なんか今回に関しては、はい、ちょっと、はいはいはい、わかんないよ、本当わかんないよ、はいはいはい、誰がやったかとか、わかんないね。地雷ちゃんだと思うな。でも、いや、なんか、はなちゃん、なんか、たっくんさんが、地雷ちゃんやってんなって言ってね、終わった。それで、地雷ちゃん終わったとりあえず。俺がインポスターじゃない可能性ってなくないですか？冷静に考えてそれ以外ないですよね。うん、冷静に考えて死んだ人の言葉が。とっくんさん、遺言だもんね、だって。遺言なのよ。メッセージというか。そうなんですか。ってことは、はい、今回一番悪いのは、うん、地雷ちゃんじゃないけど、うん、まあ、まあうん、まあ、今回はまあ、地雷ちゃんでしょうね。まあ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 地雷ちゃんでしょうね。どうしようもなくてもさ、ちなみに地雷ちゃんもう一人は、うん、もう一人、うん、確かにまだまだいる？いる？い, やいるかいないかで、これで終わる、これで終わる。いや、いる今っぽいな。地雷ちゃん誰が一番怪しいと思う？地雷ちゃん誰が一番怪しいと思う？トッくんさんの聞きたいな。後藤さんに殺されたの忘れてないかな。あ、でも、俺殺した、俺殺したかも。さあ、これ最後でもまだわかんないよね、これ。ちょっと魂の
魂の叫びが今聞こえた。あれ？よし。魂の叫びが聞こえたことによってなんか逆になんだろう、いい勝負感が出てしまってるというか、結構余裕そうだったよね。このままいったら全然インポスター側が勝つっていう空気感だったけど、まだ2人残ってたし。だけどこれでちょっと話変わってきたかもしんないね。急に場が荒れ始めたね。これまだできないの？あ、できてる。イエーイ。これ。え？おい、なんだ、じゃあちっちゃいゴミが出てなかったんか？まあ一応終わらせるか。あれ？これ何？エンジンルーム。あ、見れる！へぇー。ここ強えな。これ何どこ？これ。やべー、見えなかった。ああ、ジルコさんだ。ハナちゃん。ハナちゃん。ジョイさん、これ勝利に殺してたもんな。そんなはずない。そんなはずない。本当のない。本当のインポスターを指してる。ほら、見ろよ、俺の。俺のラバーカップの前。見ろ、この持ち手を。そんなはずない。お前だ。出し、ハナちゃんは死んでない。死んでない。死んでるわ。刺してるよ。死んでるわ。死んでちゃん。刺してない。刺してるよ。信じて、信じてよ、後藤さん。俺は地雷ちゃんに謝らなきゃいけない。だってさ、だって地雷ちゃん、地雷ちゃんに俺あんだけ言われてたんだよ。シルコさんがインポスターだって。それインポスターの落ち着きしただろ。そんなわけないじゃん、だから。ちょっと思い出してないけど。思い出してよ、本当に。すげえ妨害の入れ方がうめえなって思うんですよ。ああ、確かにこれシルコさんだなってちょっと思ってます。考えられねえ。もういい、お宅がたくさんだ。終わらせよこの戦い。終わらせよ、もう。もう終わらせよこの戦いを。いいさ、不毛だよシルコちゃん。終わらせよこの戦いを。俺じゃない、ジョイスちゃんだ。いいさ、まさか勝てるとは。まさか勝てるな。嘘泣きするんだ。嘘泣き、嘘泣きやろ。勝てるとは。帰れ、そらに帰れ。ナイス。いや、これは仕方ない。これは仕方ないね。ちょっと、ちょっと待って、はい、はい、ドックさん、はい、ドックさん、真ん中にお願いします。はい、ドックさん、真ん中お願いします。イレギュラーな事態が起こったもんね。はい、ドックさん、真ん中お願いします。まあ、あるよね。聞きましょう。じゃあ、トックン以外、みんなミュートにする？一回。ああ、はい。いや、数多くの視聴者様をはじめまして、お兄さん方、本当に申し訳ございませんでした。なぜか脊髄反射でミュートを解除してしまい、独り言がダダ漏れという。え、わざと？わざとっていうか、その、ミュートなってたのに解除してたんだ。そんなことある？最善を尽くしますので。な、わざとね。どうぞよろしく。わざとやる人いないからね。申し訳ございませんでした。わざとやる人なんかいないからね。仕方ない、仕方ない。そう。面白かった。いや、最高のハプニング起きたな。俺はやっぱ死者の声が聞こえるようになったかと思ったもんね。やっぱり。そういう能力手に入れたんだなと思ってた。違ったわ。新しい力。そう。すごい良かった。あのトーンはなんかやっぱちょっと芝居のあれになるね。